はい、皆さんこんにちは、ふうさんです。ということで、第78回マリオカート8デラックスランダムカスタム度をやっていきましょうか。前回パート早速コメント68件いただいてますので、この中から抽選しまして、ランダムカスタム診断していこうと思います。ポン !57番目の方、よろしくお願いします。さあ、ということで、今回名前使わせていただくこの方、ポンチビオ大王さんということで、ハングオンむずそう。やっぱ実際難しいって感じるけど、多分慣れなんだろうね。ずっと使ってたら、まあ、上手くなってくると思うんだけど、何が強いかは未だに分かってません。ということで行きましょう。診断する。ハングオン以外来い。チビオ大王さんは、ノコノコ、え、やばい、ノコノコが最近来まくってる。おい、待ってくれ。ノコノコしか来ない。スティールライバー、スパイシーリング、ゴールドカイトのカスタマーしましょう。ちょっとヘビーな感じしますけど、ちょ、またもノコノコ行きましょうか。なんか、いかついカスタマでいいね。ということで、前輪がでかいカスタマって珍しいよな。ワリオスタジアム行きますか。ノコノコはもういいよって感じですけどね。もう5回中、直近5回で3回ぐらい、ノコノコ引いてる気がするんだけど、新キャラ見せてくれ。抽選確率バグってないか。まあ、今回ね、やっていくカスタム、性能比較していきますけど、まあ、結構ね、速いスピードが、速いし、曲がりやすいんですけど、ターボがね、全然たまらん。軽量級の輪にスピードと曲がりやすさ、まあ、曲がりやすさは軽量級だからあれか、曲がりやすいけど、スピード速いなーと思ってたのに、まさかのね、ターボ値が 3.5 かな。あのヨッシークマライトが 5.25 あるんで、かなり弱い。かなり弱いですけど、まあなんとかね、まあその軽量級のメリットを生かして走っていきましょうか。防御欲しい。後ろはクコラ持ってる気がする。防御出てくれ。あー、キノコしか出ないか。譲っとくべきなのか。もう後ろが使ってること願ってちょっと前行きますか。ここもターボたまんなそう。ギリたまった。1個だけ交換しといて、2位はクコラか。ぴょんぴょんぴょんで処理していきますが、2位ミスってんのはまずい。あ、ミスってるんじゃねえ。それ待って、コイン出たし、かも防御出てくれてよかったのに、まさかのコインは効いてないから、ここ一旦交換しよう。でか、何出る、ここで出るのが赤ゴールとキノコ。ナイス。一旦防御に回しつつ、ま、キノコ1個のショートカットで抜かせる距離感な気はするんだけど、これどうだろう。軽量級だからさすがにマリオには勝てないか。どんどん離されていってしまうかもしれないけど、総力で何とかしていきたいけど、かわしたナイス。これかわしたんでかい。キノコ出すぎなんだけど、赤コーラどうしようもできない。きついきついきつい。パック持ってない、パック持ってない。ブレーキ、いやーブレーキ踏んでるけど、ダッシュ版で加速してるけど、きつい。待て待て待て、お前ら。ここ一旦落ち着いて、一旦落ち着いて、一旦落ち着けない、一旦落ち着けない、一旦落ち着けない。待って、赤さんいる。潰しちゃってる。ナイス。4位でいい、4位でいい。もう4位取った勝ち。このレース内容で4位取ったら勝ちでしょ。キノコ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 引いたらもう1個上がる。イエス、そう出る、強っ。3打振ってくれたら2人余裕で抜かせそうだけど、1人抜かしいの。グライダーで抜かせないか、無理か。いや、抜かされて逆に良いか。よく耐えたでしょ、こんだけやられて。ということで、今日はね、このノコノコでなんとか上位取っていこうと思いますんで、よかったら最後まで見ていってください。シャーベットランド超久しぶり。好きなコースなんですよね、ここ。好きなコースけど、マジで半年以上ぶりに走るかもしれない。こんなコースもありましたねぐらいの。最近ダブルダッシュ実況しましたけど、その時にね、こんなコースあったなと思った以来だから、相当な期間走ってなかったけど、ここね、得意なコースではあるんで、なんとか1位を取っていきたい。赤コーラ1位持ってんのか、コイン枚数が差あるんで、どんどん離されちゃうから、コイン回収したけど取れなかった。ここ下ルートね。下ルートで黄色貯めたいけど、え、たまんねえ、ターボ。ギリギリ溜めた。いや、たまんない、たまんない。ここ水色、水色で、ジャンプアクションしたいんだけど、たまらなすぎる。いや、それクラッシュ見たのか、見てなかった。止まりますか。さすがにコインなくてこのまま行くのきついんで、一旦止まって、このぐらいに停止させたら、さすがに強いアイテム出るよね。ペナルティ食らってない、大丈夫。大丈夫か。ペナルティ食らったらもっとあれだよ、弱いな。緑コーラ1個とか、バナナ1個とか。どんぐらいのバグ修正がされたのか分かりませんけど、なんかアップデートきましたね。アップデートでね、まあ大型じゃなくて、今回のは、まあちょっとした修正アップデートだったんですけど、なんかアイテムボックスの、なんか今までちょっとだけ停止しなくてもな、停止しなくてもバグでなんか、弱いアイテムになっちゃうみたいなことがあったらしいんですけど、まあそれがね、修正されてみたいですね。ここ交換しちゃって、もう一回スター出てくれるでしょう。OK、ナイス。そしたら、このスターをうまく使って、打開していきたいんですが、ミドさんやばいな、それ。どうしよう。前に行き向きか。うわ、いや、持ってる。喧嘩してる。前を。やめて。なんとか逃げ切った。この昨日にとスター熱いけど、サンダーいつ振るかだよな。予想はもう1
個これの次のボックスなんですが、ここで振ったら嫌なんでキノコ使っていこうと思ったらまずい。いらん、ナイス。ショットガン使っちゃうか。ここのショットガン使い始めて3段ワンチャン振ってくんね。ちょっと早かったか。ここで使ったのプレミだったかもしんないけど、3段振らなくても上位取れそうなんでいい3段でしょう。ここジャンプアクションで妥協してな。どっから来た。何今のミドルコーラ。キノコ使っちゃってスライドするけど今のミドルコーラねえわ。くっそー、グラグラ火山行きましょう。キノピーチ多いな、まあ、キノピーチ性能的にはね、まあ、ヨッシーと同じで、まあ、最強キャラって言われてますけど、やっぱビジュアルがいいからかな。キノピーチ結構人気ですね。まあ、このノコノコ入らせていこう。こんだけノコノコを引いてるってことはノコノコ入らせろ、そういう神のお告げかもしれないんで、ノコノコ入らせていくかまあでも軽量級が強くなることはまあ、そうそうないでしょうね。まあ、エイツラックス初期の方はね、重量級環境らしいけど、まあ、軽量級環境なところで一回もなかったからな。ここは何してんだ。待って待って、落ち着いちゃう。いや、待って、それバナナ食わせに来てんのか。そしたら早めに潰したい気持ちはあるけど、いやー、追いついちゃう。じゃあ、お前も潰す。逃がすかよ。なに、防御持ってんのかい。強すぎだろ。いや、それ失ったの結構痛いな。早めにバナナ潰してこいだったか。まさか、キノコ、ノコノコで。追いついちゃうと思ってなかった。コイン出たのは嫌だったけど、まあ増えんのはいいでしょう。マジか、被弾しちゃった。いや、これ下がるべきか。被弾すぎたな。ちょっと3位ファイヤー持ってて嫌なんだけど、前投げてるなら OK。 いやー、ちょっと中途半端だな。トゲゾウナイス。トゲゾウ行くならもうちょっと前走ってみようか。ダブル取りに行っとこう。こっちアウト行っといて、ダブル取っといて。赤コーラ待って、間に合わないか。落ちんのきつい。待て、今日なんかついてないぞ。今日なんか良くない被弾が多い。ここコイン2枚回収。9位まで順位下げてるから、スター引きに行ければサンダー回避もワンチャンあるんだけど、下の船で改造してない。明らかにコンピューターみたいな走りしてるよねコンピューターがいたらサンダー振らせられなかった気がするから、サンダー回避のプランはなしか。潰したい。そこ一人潰せないか。自分に返そう。やばい、そこ交換して。中途半端な G だったけど、キノさん出る。ショトカで1人2人抜かして3位ぐらい入れるか。赤さん持ってるのきつ。じゃ、投げて、早く投げないのか。いやー、それきつい。もうじゃあショートカットはいっちゃうけど、ショトカはいっちゃうけど、それに消せなきゃいけなくて上がりきれないか。いやー、1人、もう1人。いや、3ラフって落ちちゃう。危ねえ危ない。被弾が多すぎる。なんかうまくいかねえな今日。ミュージックパーク行きましょう。ちょっと勝ち切りたいな。さすがになんか注意ばっかでね、負けんならボロ負けさせてほしいのに、中途半端な G パーク取ってんで、ここはちゃんと勝たせてもらいましょう。さあ、2回勝ち取って、紫ターボ後半になってから伸ばすと。そうすることによって風とね、ターボの恩恵を2度受けていく。2度おいしいな。赤コーラすまん。ここターボ止まるか。え、たまんねえ。ギリギリ溜まったか。 HD すんのはかなり大変そうですけど、ここは空中行ってからまコイン使っちゃって、このダブルでまたコインゲットして、とっととコイン10枚しちゃいましょう。オッケー、これで10枚。前走っちゃおうぜ。スピード速いから、結構ね、いい感じに前逃げできる気がするんですけど、ターボたまんないのってやっぱ苦しいな。このゲーム本当にターボゲーなんで、ターボ値が低いのは死活問題すぎる。裏コインか。ダブル防御引いときたいんで、ここはアイテムガンガン交換していきたいけど、後ろはコロ持ってるんで、下手に交換はできない。時来た。間に合いそう。いやー、それクラクションやめて譲ってるんだからさ、そんななんか、止まってる頃ツーブソーみたいな、やめてよ。ダブル交換できた。なんか1、2潰れたな。ターボはたまんない。ここターボたまんない。ほんときついな。全然ね、7D できるかできないかで、タイム変わってくるから、あ、これ俺か俺だな。まあ、リカバリーで使っちゃおう。交換しようか。ダブル交換しちゃって。コイン2枚取れんのはでかくて、ミドさんボロン。いやー、これどうだろうな。このまま走ってあんま勝てる気がしないけど、もう一発トゲいくと願って、ミドさんキープしていこうか。黄色解放からの早ダメしまくったらトゲないっすよ。言ってた。それ巻き込め。両方いけ。言ってない。両方かわしてる。両方食らうどころか。両方かわしてるわ。それ強えお前ら。そしたらもう攻めるしかなくて、交換しちゃう。さあ、水見てな。自分の心食らえそう。いやー、何してんだ俺最悪。それ食らうのかよ。クラクション持ってるし、やめて。鳴らすなよ。絶対やめろよ。上飛んでいく。なんか当たる気がしたんだよな。なんで前投げたんだ俺。こっちのダブルクラクション使ってる。2D キノコ使っちゃって、ショート化できたら
一個抜かせるでしょ。ショート化しちゃって、なんとかによし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 。はい、ということで。あのミドルコールなければ1位取れそうな感じもしましたけど、なんとかね、いい感じに2位取れたんで、まあ、今日はね、まあ、この辺にしとこうかなというふうに思います。次回はのこのこ来ないように願っておきましょう。皆さんね、今回パートからまた抽選しますんで、よかったらコメント残してくださると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。